When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I want to kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はタターン、ちょっと上向いたり下向いたりしちゃってるんですけど、セリアから新しくですね、発売された新色、2022年の秋はですね、なんと10色も出ました。めっちゃ出た。はい、ということで、こちらを今日は皆さんにレビューしていきたいと思います。はい、たくさん出ましたね、本当に。なんかシアシリーズとマットのやつと、なんかいろいろ出てるっぽいですね。はい、塗るのが楽しみです。で、ちょっとね、前のシーンの洋服購入品動画の時にちらっとお見せしたんですけど、実は私、新居がやっとできて、そっちに引っ越してきました。で、引っ越したとこでバタバタしてて、何もなんかちゃんと置けてない状態なので、声が反響しちゃって、若干なんか響くというか、ちょっと聞き取りにくい感じになってるかなと思います。ごめんなさい。はい、ちょっと落ち着いたらね、いろいろ環境も整えて、物とかもちゃんと入ったらそんなに反響しなくなるかなと思うので、しばらくは聞き取りにくい可能性あるんですけど、すいません、ご了承ください。ということで、早速色塗っていきたいと思います。今回10色出たんですけど、10色のうち7色はキャップがシルバーのタイプですね。で、3色がキャップが、ダメだ、もう画面に収まりきらないよいしょ、キャップがゴールドの感じになっていて、ラメのタイプになっていますと。はい、ラメ系のこれがフローズンシルバー、ミスティックパープル、シアーグリーンですね。で、残りが普通のマットなカラーのやつが 1,2,3,4,5、 5色かな。はい、こちらですね。ロイヤルパープル、これ何、モーブか、あ、そうだね、モーブホワイト、ピスタチオグリーン、バーガンディー、で、ダスティーブルーということで、なんかダスティーブルーとかバーガンディって今までなかったっけって感じなんですけど、なんか新色みたいです。で、残りの2つっていうのがこちらなんですけど、シアーシリーズになってます。ジェリーホワイトとジェリーブラウンですね。はい、なんでちょっとこのマットなカラー、シアーなカラー、ラメなカラーっていうのに分けて順番に塗っていきたいと思います。ではやっていきましょう。まずじゃあマットなカラーからいきますか。じゃあ1色目はこちらです。ロイヤルパープル、こんな感じの色なんです。あー、めっちゃ可愛い。はい、ちょっとね、パッケージの色と見比べると、まあ、だいぶ近いんですけど、実物の方がもうちょっと白っぽい感じがありますね。やってみます。可愛い。塗ってるところはね、早送りで最初だけ、一筆二筆だけゆっくりで、あとは早送りでやっていきます。はい、こんな感じですね。めっちゃ可愛いです。続いてモーブホワイト、これはね、どんな色なんだろう。おー、すごい。塗ってみます。あー、モーブホワイトっていうか、ちょっと紫って感じが強いかな。あ、でも塗ったら色が薄いので、うん、ホワイトとも言えるか。こんな感じですね。はい、かなり薄い紫っていう感じですね。続いてバーガンディー、こんな感じの色ですね。はい、こんな感じです。なんかね、バーガンディーっていう割にはどっちかっていうとワインレッド的な感じな色かなと思います。かなりピンクとか紫っていうのが強く出てる感じですね。赤茶っていう感じよりもそっち系かなっていう色なので、ちょっとこの名前とイメージが若干違うかも。続いてダスティブルー、うん、続いてピスタチオグリーンはこんな感じですね。はい、じゃあ一度塗り、今こんな状態なんですけど、一回硬化してまた次二度塗りしていきたいと思います。ということで、一度塗りできました。こんな感じです。ちょっとじゃあ順番に
レビューしていきますね。一つ目のロイヤルパープルなんですけど、これねめっちゃ色可愛いです。でパッケージの色と比べるともうちょっと明るくてもうちょっと白っぽい感じかなって思います。でその横のモーブホワイトなんですけど、まあ、ホワイトっていうよりかはもう本当に薄い紫っていうのが結構強いかな。でパッケージのやつも結構紫感強いので、まあ、ある程度イメージに合ってると思います。でバーガンディなんですけど、わかんない、私の中のイメージのバーガンディっていうのがちょっと赤茶っぽい感じの、赤茶に黒混ぜて暗くなりましたみたいな感じのイメージで、どっちかっていうとなんかワインレッドみたいなちょっとこう紫ピンク感っていうのが強い色なので、なんとなくイメージと違うかなっていう気はします。バーガンディっていう色よりかはもうちょっとワインレッドって感じですね。続いてダスティブルー、これはねパッケージと色めちゃくちゃ似てるのでこのままかなって感じです。はい。で最後に塗ったのがピスタチオグリーン、これもかなりパッケージと色似てるのでだいぶイメージ近いかなと思うんですけど、ピスタチオグリーンは若干透け感がありますね。二度塗りしたら結構はっきりするかもしれないけど、他のに比べると透けてる感じかな。ということで一度塗りはこんな感じ、透け感はこんな感じです。では二度塗りしていきます。はい、二度塗りできました。なんかちょっと若干ね、なんか弾いてきちゃうみたいな部分があったんで少し気になるんですけど、はい、では硬化してみたいと思います。はい、二度塗りしました。ちょっとなんか弾きかけてたとこあったけど固めたら大丈夫そう。はい、二度塗りするとどれも透け感なくマットに綺麗になりましたね。やっぱり色はっきりしてめっちゃ可愛いです。こんな感じですね。実際は私の指だけど当てるとこんな感じですね。はい、では続いてシアーカラーをいきましょう。一つ目はジェリーホワイト、二つ目がジェリーブラウン。はい、ということで塗ってみました。やっぱりシアーシリーズなのでめちゃくちゃ透けますね。こんな感じでかなりシアー感強くて、ホワイトめっちゃ使えそう、まあ、めっちゃ色薄いですね。はい、でこちらのシアーブラウンも秋に使えそう。この間アップしたあのキャンドゥから出た新色にもこんな感じの色があったんですけど、いやキャンドゥのやつめっちゃ良かったんですっごいおすすめなんですけど、あの新色ね入手困難みたいですけど、あれどれもすごいいい色だったからぜひぜひゲットしてほしい。まあ、それの中に入ってたような色とも似てますね。はい、では硬化してみます。はい、ではですね二度塗りしてみます。はい、二度塗りするとさっきより色はかなり濃くなったんですけど、やっぱりシアーシリーズなので重ねても透明感っていうのは残りますね。はい、このぐらいなんか濃い方が一度塗り目で個人的には好きだなと思うんですけど、はい、なんで結構色薄めですね。特にジェリーホワイトは一度塗りだともうほんとなんかちょっと見えないかなぐらい薄いか。はい、でもめっちゃ便利そう。はい、ということで硬化します。はい、ちょっと透け感があるのでね、爪当てると、あ、こっちで当てたらいいか、こんな感じですね。はい、いい感じです。それでは最後にこのラメのシリーズやりましょう。フローズンシルバーとミスティックパープルとシアーグリーンですね。まずはフローズンシルバーからやっていきます。わあ、めっちゃ綺麗、ラメキラキラだ。続いてミスティックパープル、最後にシアーグリーン。はい、ということで一度塗り目こんな感じなんですけど、全部なんか雰囲気が違う感じですね。フローズンシルバーは、ま、色的にはグレージュな感じかな。ちょっとベージュっぽいけど、はい、グレージュカラーにシルバーの細かいラメが入ってるって感じですね。ちょっとオーロラっぽいラメも若干入ってるかなって感じです。でミスティックパープルの方はラメっていうか偏光カラー系のピンク系の、パールっぽい本当に細かいパウダーみたいなのが入ってる感じなんで、あんまりキラキラするっていうよりかはちょっとこうツヤっと
するって感じですね。でかなり薄いので均一に塗るのがちょっと難しいかも。で次のシアグリーン、こちらはですね本当にめっちゃシアだった。であんまりねラメっていうのは感じないですね。ほんのりなんかちょっと手をかざすと若干見えるかなぐらいのちょっとブルー系の細かいラメがほんのり入ってるって感じです。はい、では乾かします。はい、では2度塗りします。はい、2度塗りしました。2度塗りするとどれもちょっと透けるけどまだねフローズンシルバーはだいぶ隠れる感じ。これもまあまあ隠れるかな。ミスティックパープルもシアのやつはねその名の通りなので重ねてももう全然シアです。はい、こんな感じですね。いやこれ結構可愛いですね。はい、では乾かします。はい、ということで今回の新色こんな感じです。はい、やっぱり秋なんでちょっと全体的にちょっと沈んだというか沈んでたりくすんでたりとか、そういう秋冬に使えそうな色っていうので揃えられてるなっていうふうに思ったんですけど、割とね色の色彩がちょっとこういろんなところに分布されてて割となんかカラフルというか、はい、そんな感じだなと思いました。なんかベージュ系とかパステル系で揃ってたりとかなんかそういう統一感っていうのはあんまりないので、この10色全部持ってたらいろんなデザインとかいろんな雰囲気のものっていうのが楽しめそうでいいなと思いました。はい、皆さんはねどの色が一番好きですか？もうセリアさんいっぱいカラー出てるので今後ねさらにどんな色出していくんだろうっていうちょっとはい、これ以上何出すのっていうぐらいいっぱいカラー出てるんですけど、どれもねすごくいつも綺麗な色っていうのをチョイスするしやっぱり素敵だなと思います。ということで今後ねまたこの新色を使ったデザインっていうのもまた上げたりしたいなと思います。前にダイソーから新色出た時にダイソーのレビューしてその後そのダイソーを使ってできる簡単なネイルデザインを上げたりとかしました。でキャンドゥの時も同じようにキャンドゥに出た新色あげてそれで別個を作ったりとかもしました。はい、なんでそんな感じでまたやろうと思っているのでぜひぜひね今後アップされる動画っていうのもチェックしてみてください。でですね今度8日にですねすっごく重大発表&めちゃくちゃビッグなコラボの配信というか投稿をいたしますのでぜひそちら見ていてくれると嬉しいです。10月8日夜の8時にアップされますので楽しみにしていてください。それでは皆さん今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら皆さんもゲットしてね使ってみてください。橋本美香でした。バイバーイ。